皆さんこんばんは、浜屋の剣持です。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの方オークリーのオプサルミック最新作フレームクロスリンクスイープをご紹介したいと思います。こちらの方、従来の通常のクロスリンクをですね、ロッカーブフレームに仕上げてよりスポーティーさを際立たせたというアイテムに仕上がっています。レンズシェイプもちょっと違うんですが、キュッと上に上がったようなシェイプになっています。レンズの縦幅は今までのクロスリンクよりもですね、大きめに仕上がっていますので、より視界が広いというアイテムになっています。またレンズのこの大きさなんですけれども、今までのものよりもちょっと小さめになっているんですが、このカーブがかかっていることによってですね、より視界が広いというようなアイテムに仕上がっています。なかなかかっこいいアイテムです。こちらの方を実際にかけたところもご覧いただきましょう。こちらかけるとこのような印象のアイテムになっています。視界はですね、本当に広いですね。顔に沿うようなデザインになっているということもあって、レンズの横の周辺部の、視界は通常のクロスリンクよりも気持ち広いんじゃないかなというふうに感じるようなアイテムになっています。サングラスに仕上げても結構かっこいいんじゃないかなというアイテムです。また今回ですね、新しく、先ほどのレチナ版、以外にもですね、このグレースモークというカラーが加わりました。こちらの方、チームカルディナの、イヤーソックを搭載しているというアイテムなんですけれども、こちらもなかなかかっこいい色合いのフレームに仕上がっています。カラーバリエーションもですね、ちょっとずつ、同じ素材系でもテンプルの色とかが変わるだけでも雰囲気が変わりますので、なかなか嬉しい、追加カラーになっています。また他にもですね、サテンブラックで、実は新しいイヤーソックパーツのブラックを搭載しているというアイテムが出てきました。今まで欲しいなというところだったんですけど、なかったアイテムがこれで追加になったというのも嬉しいところです。またこのテンプルのパーツなんですけれども、共通パーツになっていますので、こちらの方通常のクロスリンクのパーツが使用できるようになっています。同様にここのところのスイッチの部分を押し込むとですね、ここのロックが外れるようになっていますので、これで簡単にテンプルが外せるというのは今までと従来と全く同じになっています。同様にこちらの方、通常のクロスリンクですね、こちらも同様にここのロックを外して折りたたむだけで、このように同じように外せますので、先ほど外したこちらのテンプルを差し替えて使っていただくということが可能になっています。こうすることで今までのクロスリンクもですね、ちょっとない雰囲気、今までになかったような印象を作るということも可能になっていますので、なかなか楽しいアイテムに仕上がってきています。こちらの方、スイープの方はサングラスで仕上げていただいて、そしてクロスリンクを通常用に使っていただければ、2つのアイテムで全てで8通りの楽しみ方ができるというようなアイテムになっています。ぜひ両方のアイテムを揃えてお楽しみいただければと思います。本日ご紹介させていただきましたのはオークリークロスリンクスイープです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。